こんにちは。こんにちは。月見月ママです。月ママです。月です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は、月に冬用のパジャマ購入してきたんで、そちらご紹介したいと思います。以前もパジャマ、2つご紹介しましたね。無印のパジャマご紹介したんですけども、思ったよりすごい寒くなってきて、前使ってたのも本当実際毎日使っててめっちゃ良かったんですけど、もうちょっと暖かいのがいいんじゃないかということで、もう一段階厚手のパジャマ購入してきたんでご紹介したいと思います。どちらで購入したかと言いますと、じゃん、無印です。今回も無印で購入してきました。購入してきたアイテムはこちらです。じゃーん、ゴアフリースキルモーブ腹巻き付きパジャマです。お値段が税込み3990円ですね。上下セットになってます。カラーがライトベージュ、一色展開になります。サイズなんですけど80、90っていうサイズを購入しました。あと違うサイズは90、100っていうサイズと100、110っていうサイズになります。素材なんですけど、本体は、全部ポリエステルになりますね。この腹巻き部分ですね、とあのこのリブの部分ですね、は綿 95% になってます。あとポリウレタンですね。なので非常に伸びがいいです。なんか気持ちいいですね。もうほんとこの特徴としてはまずこのモコモコ感ですよね。マイクロフリースみたいな感じですかね。そうそう、軽くてすごい柔らかくて気持ちがいいですよね。あったかそうな、そうそうです。まずトップスの特徴なんですけど、前のボタンが、スナップボタンになってます。以前までのパジャマは全部ボタン式だったんですけど、これはスナップボタンですね。になってます、と、先ほどもお伝えしたんですけど、袖口がリブになってます、こんな感じ。ですね。裾はこういった感じです、首元なんですけど結構しっかりもう詰まってるタイプですね。風を通さないようにしっかり詰まってるので、冷えにくくていいと思います。で裏地がこっちなんですけど、こういった感じです。ほぼ一緒だと思うんですけども、若干さらになんか柔らかくなるような気がします。後ろから見た感じがこういった感じです。次ボトムスが、なんといってもその腹巻き付きっていうところですよね。どうしてもお腹が出ちゃったり、寒くてお腹が冷えちゃうんで、冷え防止に、綿 95% のすごい伸びがある腹巻きになってます、本体部分は同じ色の同じ素材ですね。裾がまたリブになってて、リブがあることによってまたこれも冷気が入ってこないようになってます。これも完璧ですね。ウエスト部分は腹巻きで止めて、裾部分はこのリブでしっかり止まるんで、もうしっかりあったかいと思います。本当その名の通りですよね、着る毛布。気持ちがいいと思います。では早速上下で着せてみたいと思います。じゃーん、着てみました。いいか。月が、1歳6ヶ月で、身長がだいたい82センチぐらいで、体重が11キロで、80、90サイズを購入しました。サイズぴったりですね。ぴったりって感じです。あったかそうです。ちょっとズボン着せるのがちょっと大変でしたかね。大変というか普通のズボンよりはちょっと大変でした。そうですね。どうしてもやっぱ腹巻き部分がしっかりもう 細身なので、腹巻きもそうだけど、なんか単純にやっぱこの本体部分も生地が厚いんで、少しなんか足通すので、リブもしっかりしてるんで足通すのがちょっと大変でした、普通のズボンより。もうとにかくあったかそうです。もうこれで冬も大丈夫かなという感じで。ちなみに腹巻きがこういった感じで、もうしっかり覆われてますね。しかも結構長いですよね、ちゃんとしっかり胸の部分あたりまで来てます、今までもう別で腹巻きつけてたんですよね、もうこれだと楽ちんですよね。そもそも購入したキリなんですけど、寒くなったのであったかいパジャマが欲しいっていうのもあったんですけど、もう本当に動くんですよね、寝てる時にね。で全然布団着てないっていうことがね多々あって、で皆さん着せてる方多いと思うんですけど、スリーパーを着せてたんですよね。でもそのスリーパーすらもう脱げてるみたいな時があって、マジックテープのタイプだったんで、もうなので、もうでそのスリーパー袖がなかったので、もうこれはもうダメだと思って、いよいよもうこういうモコモコのやつを買わなきゃなと思って、そしたらでもなかなかこういうなんか可愛い色がないんですよね。
なんかどうしてもキャラものとか、まあ、可愛いんですけどちょっとねこういうベーシックなベージュっていうのとかがあんまりなくて、そしたら無印ね、またニューで出てて、やっぱすごい寒くなる段階をこう得るようになんかあったかいのが出てきてて、なのでもうこれは買うしかないと思って、布団からはみ出るでもこれだったら大丈夫っていうので買いました。はい、これならもう心配ないですよね、布団から出ても。うん、ほんと心配ない。本当もっと寒い時はもうヒートテック上下着てこれ着せたらもう最強ですよね。皆さんもぜひパジャマの参考にしてみてください。はい、ということで定期的にキッズファッション、レディースファッション、メンズファッションやファッションニュースアップします。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。